動画をご覧の皆さん、こんにちは。趣味で動画を上げているモノルチョです。機動戦士ガンダムバトルオペレーション2、引き続きですね、立ち回りを解説した動画やっていきたいと思います。前回前々回とですね、フェダーインライフルを持った450コスト汎用機マラサイを使った動画を上げていきましたが、今回はね、同じ武器を持っている600コストガブスレイを使った戦闘をね、解説していこうと思います。まあ、ちょっと前にね、すごい強化が入って話題になったガブスレイですけども、変形がうまく使えないとか、あとは射撃戦どうやったらいいの、どういうタイミングで詰めたらいいのっていうのがわからない方はぜひともご覧ください。それでは出撃ということでね、無人都市毎回恒例のね、イボにも射撃合戦が始まっておりますが、フェダーインライフルノンチャージ、そしてキャノンをしっかりと当てて相手の支援機を HP 削っていきます。削ったことで下がっていったので、ここでね、局地的な枚数有利が起きましたね。ここでフェダインライフルをしっかりと当てて N 角で倒していきますね。敵の HP を削って下がらせる、そして局地的な枚数有利を取れたことで味方の近くにいる敵にフォーカスする。フォーカスして味方がどうやら格闘これはがばりそうだなということで、フェダインを打たずに無敵切れに合わせてしっかりと当てて N 角で倒していくという感じですね。さあ、こんな感じでですね、詰めるタイミングっていうのはしっかりと枚数有利が取れそうなところ、局地的に取れそうなところをしっかりと見てから詰めるというのが大事になってきますね。ちなみにここは味方がもう下角で寝かされていると思って近づいたら、まだ寝かされていない場面でしたね。危ないですね。さあ、ここも枚数有利が取れているので、どんどん詰めていってタックルを強気で吐いて足を止めさせて味方さんにお願いしまって倒してもらいましたよと。奥側からまた敵が近づいているので、そっちの方にフェダインライフルを打って当てています。支援機のね、スーパーガンダムのミサイルめちゃくちゃ痛いですね。2回当てたことでよろけが取れたので下がっていきました。さあ、よく見る量産型ダブルゼータ君が来ましたね。ここフルチャージで、ね、打ってますけども、フェダインノンチャージからのバルカンで足を止めるべきでしたね。いやー、これは失敗ですね。ということで1機目は終了ですと。はい、ということで再出撃タイミングですね。 F 拠点から3番機さんが支援砲撃のために歩兵で湧きました。これ結構危険なんですけれども、砲撃要請が終わるまで待ってあげてからモビルスーツを再登場させています。こうしないとね、3番機さんが乗るとき危ないので、それに合わせて出ています。左に右残りがいますが、右の支援機下がらせないと危ないので、右の支援機を先に打っておいて左の右残りを回収しに行きますが、味方が倒してくれたのでそのまま後ろに下がっていますね。ここで前に変形突撃すると、まあ、漏れなく大ダメージを食らうので絶対行ってはダメです。枚数、敵の位置をしっかりと把握した状態で変形突撃をしましょう。さあ、この位置にいるのは味方がね、この隙間からね、詰めてこられないようにするためにこの位置から射撃を出しています。3番機さんが前に行きましたので次はその左ですね。こっから敵が前に出てきて3番機さんが挟み込まれないようにしていますね。なかなか顔を出してきません。で、3番機はボコボコに撃たれて下がりそうだったので、奥の支援機に私が射撃を出して右にそのまま逃げて車線を切ってます。そしてすぐさま左に移動してますね。これ2番機さんが敵に絡まれそうだったのですぐさまこちらに移動して、無敵時間になった敵ではなく奥から火力を出している敵を止めているという感じです。さあ、右にスラスターで車線を切る、左から高速で接近している敵がいるので2番機の援護に向かっていく。フェダインライフルはチャージしておく。さあ、撃てるとなった瞬間に敵は無敵時間に入ったので奥から火力を出している、多分量産型ダブルゼータに一発当ててしっかりとキャノンも当てていくという感じですね。まあ、2番機さん落ちてしまいましたけれども、こういう風にね、F 拠点側にとどまっているとボコボコに挟まれてやられてしまうところを左に移動することで詰めれなくさせています。あ、さあ、左から顔を出すとまた撃たれてしまいそうだったので右から顔を出して、3番機さんがボコられそうだったので変形で援護に行きます。援護に行きますがタックルでちょっとねタイミングがずれてしまいましたので、ラムアタックだけにして、さあ、こいつにダメージを与えて右の上から逃げようとしてしまいましたが、これ失敗ですね。スラスターが足りませんでした。これがダメな変形の例ですね。スラスター管理はしっかりと行いましょう。さあ、続きまして3機目ですね。出た瞬間に目の前に量産型ダブルゼータがいましたので、こいつを倒すことを最優先ですね。まあ、HP も少ないので。さあ、あとは N 角でしっかりと倒していくと、味方のアシストも入りました。降りてくる瞬間に HP の少ないやつを探して近いやつにめがけてすぐさま突撃。N 角を引っ掛けて、これサーベルが、ね、微妙に遅れたせいで緊急回避を図れてしまいましたが、タックルでしっかりと足止め、味方機が、ね、後ろにいるので大丈夫です。さあ、 N 角を当てて下角を振らなかったのは絶対に後ろのやつがタックルしてくると思ったからですね。
まあ、こんな感じでまず1つ、そして味方が後ろにいるやつを回収してくれたので2つ、枚数有利ですね。さあ奥のやつに一発当ててまっすぐ変形しようと思いましたが人数が多いので左のやつにチェンジです。左のやつに変形突撃をかまして、フェダーイン、キャノン、ラムアタックでしっかりとダメージを与えて、さらに射線を切る位置に移動すると、素晴らしいですね。さあこの時点でミニマップ左側のやつが孤立していることが分かっているので一気に方向転換、高めの高度を取って射線をずらして減速してフェダーインを一発、キャノンにすぐさま切り替えてキャノンを一発、鎧系をしっかりと取ってラムアタックで一発という形ですね。これがね一番いい変形の使い方だと思います。突然変形して突撃してきて枚数有利の状態を局地的に作る、これですね。さああとは2枚、そしてあと1枚になったのでまた変形して一気に裏側へ行きますと。さあ敵の方に飛んでいってですぐさまこの残った支援機をラムアタックで回収という形ですね。いや素晴らしいウェーブでしたね。これは味方さんの動きもバッチリでした。さあそのまま私は爆弾設置に行こうと思ったんですけれども、しっかりと敵の歩兵さんが湧いてね爆弾設置をさせないようにしていましたね。まあこの状態でまあフルヘルスの機体を置いていくのは危ないので味方の拠点取りに協力しようとしたんですけれども、こちらもまたねしっかりとね2体ずつで拠点をもう取っているので、あその必要はないよなということで拠点から枠的にダメージを与えるためにもう一回拠点に戻っています。ドベンウルフが降りてきたので一発だけ当ててで退場していきますね。ここで戦うの非常に危険です。枚数はまだ揃っていないのでそのまま変形で下がっていきます。6番機さんがね後ろからついてきてくれたんですけれども、まあここフォローしきれないのと、あとは多分6番機さんちょっと落ちようと思っている節があるので、まあこのままねそのままボコボコにして落ちていただこうかなというふうに思っておりますね。さあこの位置から考えるのは敵の進行を抑えつつ俺のことを鬱陶しがらせて前にね必要以上に来させないようにするのが私の役目ですね。もう一個上の屋根に登ってもいいんですけども、射角が取れないのと遮蔽物がやっぱりね下がることしか、できないので、遮蔽物がね下がることでしかできないのでここの位置で撃っています。ただダメージ効率的には支援機悪いですけれども、しっかりとダメージ通っているのでね、このまま攻撃していきます。ここでちらっと右を見ているのはですね、右の敵が接近戦を行っているなというのが分かったので味方大丈夫かなと思って右をちらっと見ていますね。さあそしてまた HP が削れている支援機がいるので、ここはフェダーインを焼いてでも倒そうということで倒しきりました。さあここでね、1番機がさらにもう1機倒してくれたので枚数有利です。さあ一気に突っ込んでいきましょう。まずは量産型ダブルゼータにビーム一発。さあここで Z2 っぽいやつにも当てたかったんですけども、射角が取れなかったので無理せずそのまま抜けていって変形解除、オーバーヒートでスラスターを急速冷却させてフェダーインライフルをフルチャージしています。でここで支援機さんがちゃんと火力を出していってくれましたので、そのまま前に詰めていってこの Z2 を回収ですね。さあそしてここ右側にミリ残りがいるんですけど、そのままスラスターで行くと拠点から湧いた敵に、もうボコボコにされそうだったので、しっかりと変形して奥側から新たに車線を作り局地的な枚数よりをまた作っていく。さあそして左側にまたこのまま流れていくことによって、もう1機いるねミリ残りの敵、あいつをですねこっち側に逃がさないようにしていますが、また味方がしっかりと倒してくれましたよと。さああとはこの時点で右にいるねミリ残りのやつを倒しに行くことしか考えていませんね。まあなんと支援機だったのでね、味方の強襲機さんはねこっちに来ればよかったのにと思いますが、しっかりと回収して逆転勝ちという感じですね。ありがとうございます。あと途中で話しましたが、フェダインライフルからバルカンで蓄積ヨロケを取って格闘に持っていくというのは非常にね便利なので、今回使うことがなかったんですが、これも覚えておきましょう。ではまた。